コオロギ橋は石川県加賀市山中温泉の大正寺川に架かる橋である。江戸時代に作られた橋と言われ、現在の総費の木造りの橋になったのは1941年とされる。1990年にかつての形や構造をほとんど変えず新たに架け替えた。その後、老朽化のため、加賀市は2019年5月に架け替えに着工し、同年10月12日、 掛け替え工事が終了。2019年に掛け替えされた橋は4代目となる。山中温泉のシンボル的存在であり、1978年に同名のテレビドラマが樋口かな子主演で放映された。大正寺川はこの橋から下流へ約1キロメートル余りの黒谷橋にかけて鶴仙景と呼ばれる渓谷を作り継承地として知られる。名前の由来は、 落ちると危険なことから、コオロキが転じたという説と昆虫のコオロギが秋に、鳴くからによるという説が伝えられてきたが、最近では、清らぎから転じたとされる。元禄年間には、橋が存在したとされるが、元禄二年に、山中温泉で超投流した、松尾芭蕉の奥の細道や同行した、河合空の日記には登場しない。さり日に、カジカや波の元むせびと、 松尾芭蕉が読んだ句碑が橋の傍らにある。AB2019 年掛け替え時 ABCDE 文化香る温泉地のシンボルコオロギ橋。朝日新聞デジタル。2020年5月3日閲ずらん。ABCDEF 令和で生まれ変わった。山中温泉のシンボル4代目コオロギ橋誕生。日々ロラ2020年5月3日閲ずらん。AB コオロギ橋の架け替え完了山中温泉12日開通北陸新幹線で移行こう北陸新越観光ナビ https://www.hokurikushinkansen-navi.jp/.pc/.news/.article.php id="news0000216782020 年5月3日、閲覧」。風雅な総ヒノキ作りの橋、コオロギ橋。福岡大学。 2009年4月28日閲覧。コオロギ橋、感謝の清掃山中温泉、河橋から28年、来年掛け替え。北国新聞。2018年12月9日時点のオリジナルより、アーカイブ。2018年12月8日閲覧。コオロギ橋が開通しました。加賀市。2020年2月10日閲覧。ありがとうございます。